はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品もまた新しく、ご提供いただきましてありがとうございます。本日ご紹介する商品は EC テクノロジー様の商品のご紹介です。 EC テクノロジー様ありがとうございます。本日ご紹介する商品はこちら、はい、EC テクノロジーさんの Apple Watch バンドのご紹介です。今回私 42mm のやつを、ご提供いただきました。ありがとうございます。私残念ながら Apple Watch を持ってませんじゃレビューにならないじゃんと思うんですけど、 Apple Watch を、まあ、欲しいと思っててもなんかああいうもうバンドとか全てがねセットになってしまっているものっていう、ことがねなんか、先入観であって、なんか例えば自分の好きなデザインじゃねえなと、もう本体とかしょうがないけど、まあ、サイズが2種類あって、あとバンドがスポーツタイプだったか革のタイプだったりメタルのタイプだったりって選ぶのは選べるんですけど、なんかオリジナリティがないなっていう感じでね、時計ってやっぱそういう意味で私なんか大事に思ってるんで、そういう風に思うとなんかつけるのみたいな、まあもちろん値段もありますけどね、そういうのも考えるとちょっとあれだったんですけど、実は自分はあんま興味がなかったんであんま深入りしてなかったんですけど、今回この EC テクノロジーさんからこういうねバンドの提供いただいたんですけど、こういうのをねちょっと下調べさせてもらったらいろいろ出てるんですね。メタルタイプのとか革のバンドとかスポーツタイプのでもアップル純正のじゃないけどそういうのがあるよと。で純正じゃないから心配だってのはもちろんあるんですけど、純正じゃないけどこのかっこいいデザインのがあったらそれはそれでねつけるシーンによっていろいろ変えられたり、そういう部分ではすごいなんかアップルウォッチっていうなんつうのガジェットとして捉えるよりもなんかファッション性っていうので、このバンドの交換だけでいろいろなシーンに取り込んでいけるのかなっていうのを考えると、逆にそこの売り込みを考えたらアップルウォッチってもっと売れるんじゃないかななんて私は思いました。で今回ご提供いただいた商品はこういう商品で、私が、ご提供いただいたのは、黒のシンプルなね革のベルト、こういうタイプのものにをご提供いただきました。で、商品自体まず説明させてもらうとこういう感じで、はい、EC テクノロジーというふうに可愛いね、三つ葉なのかなこのマークが入っていて、女性とかねこれ黒なんですけど女性に合うようなピンクとかそういうバンド、もしくは男性でもこの黒の革のベルト以外に茶色のベルトだったりっていうのを EC テクノロジーさんの方から出ていますんで、下の概要の方にね、リンクの方を貼っておきますんで、ぜひ、気になる方はチェックしてみていただければ幸いでございます。で、Apple Watch のこれ、バンドって簡単なんですね、交換って。私知らなかったんだけど、ここがなんかすごい特殊なのかなと思ったら、ここはね、まあ、多少精度がちゃんと良くないと、適当なものを買っちゃうとね、つかなかったり、ついてもなんか脱落しちゃったりなんてことがあるかもしれないですけど、この作り込み、見る限り、すごいよくできてるなと思います。で、説明読むと、Apple Watch の本体の裏のところに今みたいなねこういうメタルのポッチがついてて、そこを押すとバンドリリースボタンってこうやってで横にスライドさせて抜く感じ、両側そうみたいです。で、このメタルの部分を内側にして、取り付けるっていう風にすればもうこういう風に一体感が出る、商品になるということです。で、実際にこれね雰囲気味わってみたんですけど、これね、革のベルトよくできてますね。ただの時計っていうよりも、ただの時計のベルトっていうだけで概念で考えても、これね、よくできてます、本当に。フィット感がいい。こういう感じかな。まさに。なんだろうな。程よい柔らかさ。程よい柔らかさ。まだね、これ本当に、私は持ってないんで、なんとも言えない。こういう感じで、すごい、いい感じにしっくり、手に吸い付く感じの、フィット感があります。なんで革のベルト、シンプルなこういう革のベルト、仕事の時とかはね、こういうのがいいな、スポーツタイプのアップルウォッチ買っちゃったけど、
黄緑色のアップルウォッチ買っちゃったけど、ちょっと、ビジネスシーンでも使いたいな、仕事にもつけていきたいなっていう方なんかもね、こういうベルトを別で、今回ご提供いただいている EC テクノロジーさん等々でね、お買い求めいただいて買えば、仕事の時はそうで、また、オフの時はいつも純正のアップルウォッチのバンドをつけるとか、あとはもうちょっとね、今日はちょっとメタルのタイプがいいな、スポーツのタイプがいいな、革のタイプがいいなって言ってね、3、4本ご購入いただいても、全然、使い回しができて、各シーンに、ね、合うアップルウォッチに仕上げることが可能なのかなと思うと、すごい楽しいなっていうふうに私は思いました。アップルウォッチ欲しくなっちゃいました。で、この商品の値段は私全体で見てどうなのかっていうのはちょっとね、アップルウォッチ実際持ってないんでわかんないですけど、レビューとか他の方のご意見のことを参考させてもらうと、この EC テクノロジーさんのバンドを例えば3種類、3個の色、黒、茶色、ピンクとか、買ったり、茶色と他の、例えばサイズのものを買ったりしても、1個分にもならないらしいです。だからすごい安くお手軽に、ベルトの部分、バンドの部分を交換できるということで、すごい、合理性がいいのかなと私は思いました。で、値段もね、明日の Amazon のリンクからチェックしてもらうと分かるんですけど、非常に安いです。なのに、安いから、まあ、どんなもんなんだろうって正直そういう意味合いでも見させてもらおうかなと思ったんだけど、すごいよくできてる。このストッパーの部分のとことかもよくできてるので、安心して使っていただけるんじゃないかなと思います。ここのとこよくできてます。ここもちょっと説明したいんで。このね、Apple Watch の本体に入ると、ここが今プキプキ動いてんだけど、このメタルのところがポッと出て、ロックされるわけです。で、さっき言った今のここのこっちを押して、スーッと抜く。っていうことでリリースされるっていう仕組みになってるんですけど、本当に精度もよくできてます。ここはステンレスだと思うんですけどね、すごいよくできてて、ネジのこういうところのね、仕上げ込みも、しっかりしているので、純正を見たことないからね、一概には言わないですけど、パッとこの商品だけ見ても、ちゃんとした製品なんだなと私今回実感しました。はい、本日ご紹介した商品、私ね、Apple Watch 持ってないんでね、一概にガッというふうなこう意見が言えないんですけど、このバンドだけ見た時の、作り込み、この後ろのね、EC テクノロジーって書いてある、夜勤のところ、夜勤みたいなね、感じになってるんですけど、こういうとこもすごい可愛くね、こういう感じになってるんで、こういう感じでね、夜勤みたいになってて、すごい可愛いデザインになってますんで、ぜひね、興味のある方はチェックしてみてください。アプローチ買ったんだけど、いや、このシーンにはつけていけないな、あのシーンにはつけていけないな、という方はね、ぜひ、この EC テクノロジーさんのバンドを購入いただいて、各シーンに合うバンドをご購入いただければ幸いかなと思います。リンク下の方に Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、以上本日ご紹介した商品こちら。EC テクノロジーさん、Apple Watch バンドのご紹介でした。ムチTVのムチでした。